い、エルカチャンネルの西尾です。またですよ、また仕事帰りにですね、買い物をしようと思いまして、お店に寄ったんですよ。戻ってきた時に気づきました。車のフロントバンパーのところに擦り傷があるんですよ。ちょっと見てください。エルカチャンネル、はい、こちらです。ここはですね、俺がなぞったのでこんな感じなんですけど、ほらね、がっつり吸ってるじゃないですか。戻ってきた時には隣には車はなかったので、その間だと思うんですけど、当て逃げですね。ひってー、この間フロントガラスが割れて、今回これですよ。あー、ほらほら、わーマジショック。ちょっとぐるっと一周見てみましょうかね。俺も全然ここしか見てないくて、よいしょ。車は汚れてるんですけど、傷自体はないですね。やっぱりここだけですね。さあ、こんな時のためのドライブレコーダーです。はい、こちらですね。前回のフロントガラスの時は全然反応してなくて、役立たねえじゃんって思ったんですけど、今日のは大丈夫でしょう。さあ、確認をしてみたいと思います。これを押すと、今日走ったところが出てきます。ドラッグストアに寄ったんですけど、そこら辺のが見れるかな。ファイルエラーだ、しょうがないですね。パソコンの方で見たいと思います。エルカチャンネル、はい、今ちょっとですね確認したんですけど、全然録画できてなくて、衝突の時とかって別ファイルで録画されるんですけど、フロントもリアも全然録画してなくて、ただですね、一箇所ですね怪しいのがあったんですよ。今日の帰りのドラッグストアではなくてですね、祖母が亡くなりまして昨日、それでですね実家まで行ったんですけど、思いのほかこう車が集まりまして、止める場所がなかったんですね。なので悪いなとは思ったんですけど、家の周りで止めたんですね。そこでですね、軽トラが何回か行き来してたので、もしかしたら軽トラが当たったのかもしれないですね。一番有力なのはそれかなとは思います。ドライブレコーダー撮れてないので何とも言えないんですけどね。コンパウントとか使って綺麗にしたいと思います。エルカチャンネル、はい、次の日になりました。こちらのコンパウンドを使って磨いていきたいと思います。コンパウンドで磨きました。傷自体はですね、そんな大したことないんですよね。まあ、触ってもそんなデコボコしてるわけでもないし、まあ、この辺りがですね下地が見えてはいるんですけど、まあいいかなぐらい。あんまり目立つようであれば上から色塗りたいなと思います。こちらのフォグとかのですねカバーなんですけど、これが割れてないからまあ良かったかなと思います。ギリギリまでが傷が入ってたので安心しました。
エルカチャンネル。ということで今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。